丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日はボクシングがテーマでございます。ボクシングの裏側を話してくださるのは金平会長です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、競泳ボクシングジム会長の金平さんです。どうも。まあね、亀田兄弟とかあのお金の話を聞いてきたんですけど、はい、今回はボクシング界の裏というか闇とか、なかなか来ますよね。ここは来ましたね、はい、ちょっとそれはちょっとお聞きしたいと、はい、はいはいはい。まず、はい、僕が気になっているのは、うん、よくよく出てくるキーワードでございます。八百長ってあるんですか？八百長ね、八百長、八百長って何だと思います？概念はブックがあるというか筋書きに沿って、はい、約束があって、うん、あの双方の合意した筋書きの通りに試合が進む、うん、最初はお金を払った側にあの、うん、メリットがあるあの結果に持っていく、うん、なるほど、はい、まあ要するに約束事があるってことですよね。そうですね、はい、それであればね、僕は見たことが一例しかないですね。で他は一例だけ、これはあると確信してるのが一個あって、はい、他の部分においては、例えばね、ものすごく実力の差がある試合ってたまに組まれるんですよ、はい、どう考えてもこの選手はこれには絶対負けないよなんて、これをね、我々ではね、片八百長なんて言い方をね、する場合があるんですよ。まあ八百長じゃないんですよ、ただ全然勝てないので、もう中はね、これは勝たせにいってるよね、まあ、いわゆるかませ犬っていう、マッチメイクの時点でちょっと釣り合ってないと。そうです、そうです、はいはい、それをその言い方を含めてしまうと、あるっちゃうしないっちゃない、はいはい、こういうのを思ってますよね。金銭の授受が発生するようなあの八百長っていうのは、うん、あるんですか？僕の知ってる限りはそういうふうな決められた額以上のお金を払ってどうたらこうたらっていうのはないですよね。先ほど金平さんがおっしゃった一例だけ、うん、あれは臭いなとおっしゃってたら、あれ臭いっていうか確信してるのが一個ありますよね、はあ、何でしょうか？ミキロク、あー、デコパンチ、そうだった。そしてあれはイカ様ですよ。ミキロク連れてきたらお父さんですよね。そうですよ、確か。そうですよ、そうだった。あれね、大変だったんですよ。聞くも涙、語るも涙の物語ですよ。はいはいはい。どうやってどうなったんですか？だあれね、某芸能プロダクションがどうやらうちの親父に言ってきて、ミッキーロークがどうも日本で試合をしたいと言ってる、やんないかってなったんですよ。それでまあ、あの当時そのユーリーをなんとか世界チャンピオンにしたいって ね、はいはい、そうですね、うちはそういう情熱があって、うん、ユーリーにチャンスやりたいと。ところがユーリーだけじゃね、やっぱり、はい、その当時チャンピオンがタイ人でしたから、ロシア人対タイ人じゃね、なかなかそのテレビも決まんないし切符もれないだろうってことで一計を案じたんですよね。そしてミッキーロークやってみようじゃないかってことで、うん、テレビ局に企画も通して、そしたらね、ミッキーロークが出してきた条件が、当時ね、ファイトマネーがね、確か1億5000万だったんですよ。はっきり言うと。でね、ブッキングも任せろってわけですよ。こっちで全部ブッキングするからって。してね、あれが来ちゃったんですよ。ダリル・ミラーが。あれね、皆さん、あの今、おじさんたちが、ちょっと懐かしく、バーッと喋っちゃいましたけど、知らない人は、ミッキー・ローク、ネコパンチで検索してください。うんうん、すぐわかります。かの有名なネコパンチでございますし、あれで倒れる選手はいないですよ。地上に。素人でも倒れません。はい。これね。はい。はい、本当に、はい、すごい、多分動画探せば出てくると思います。ミッキー・ローク、皆さんね、当時、イケメン俳優だったんですよ。そうですね、ハリウッドの中でも。でその後ボクシングにはまりすぎちゃって顔くちゃくちゃになってって、うん、でレスラーで再び再びこう、はい、注目を浴びるわけですけども、はい、でもそれぐらい歴史に名を残すというかね、そうですね、選手を呼んでたわけですよね。歴史を名を残すイカ様な。あれはだって八百長っていうか、ああいうショーですよね。もうああいうショーを八百長っていうんだったら八百長でしょうね。あれは自信を持って決まってるっていうふうに言えますよね。これはもう何の寺らもなく言えますね。確かにね、はい、うん、まあミッキーローク、そうか、うん、そこがあるかっていう感じですけど ね、はい、ちなみに、はい、その選手間同士での八百長、はい、まあね、八百長ってね、やっぱりこう今、うん、決め事というか、ちょっと実は大晦日でホットになってるんですよ、はいはい、八百長っていうキーワードが。知ってます、知ってます、はい、はい、あれですか、なんか問い合わせありました？
いや、僕のとこには特にないけど。だってあの時に柴田さんのコメントというか、はい、僕動画見たんですけど、はい、いきなり金平さんとこのお父さんがやらかしたやつの話で出てきたじゃないですか。そうそう、僕もそれあの動画出したんですけど、いきなりね、いやボクシングって危ないもんで、どうたらこうたらで、毒物オレンジでググってみろよみたいな、そんなねえ、ねえ出ました、はい、うん、皆さんこうキーワード出ました、はい、毒入りオレンジ事件、はいはいはい、これ物のね情報、これから詳しくお聞きしますけど、はい、簡単に言うと、はい、対戦相手に毒入れたオレンジ食わせようとしたっていうのを、はい、金平さんのお父さんがやったということで、はいはい、通説になって残ってるんですよ、はい、そのことを柴田さんが引用して、はい、っていうね、格闘技やボクシングって、はい、そういう怖い世界なんだよっていう引用 で、ね、まさかの流れ玉が金平さんに当たるっていう、ね、そうですね、で喜んで当たりに行くっていう、ね、ちょっと目立ったもん勝ちみたいな言い方しないでください。あのこの毒入りオレンジ事件、ね、そうですね、これどういう事件だったのかちょっと教えてください。あれはですね、確か報道されたのが最初に昭和56年7年かに、週刊文春さんの方でね、はい、あの当時あの競泳ジムに在籍したっていうその職員さんの告発ってとこから始まって、はい、あれはですね、具志堅さんというより最初渡嘉敷さんの試合が名指しになってたと思うんですけどね、うん、まあ相手の選手に毒のオレンジを仕込んでね、うん、それを食べさせようとしたと。でまあそれは未遂だったんだけど、他にもね、具志堅さんの対戦相手にいろんな形でそういう薬を、投与してたんじゃないかって疑惑ですよね、うんうんうん、やってたんですか。僕が知ってる範囲はね、そういう話は聞いたことないですよね。毒を投与して食べさせようとし た, した、あるいは食べたっていう話もあるんですよね。その試合自体はどうだったんですか。いや、それがね、相手の選手調子いいんですよ。サプリメント間違えて入れちゃったんです栄養剤、栄養剤とかね。あるいは、いやでも結果、分からなかったってことなんですね。分かんないんです。だから疑惑のまま、だから僕が思ってるのは、まあまあまあ、そういう気持ちがあったのかなかったか分かんないけど、試合には全く影響してないんですよ。だってどの試合でどんなコンディションが悪かったかって全くあれだし、あとね、これドクターお医者さんにも何人か話を聞いたら、いやそんな器用なことできねえぞと、まあ要は相手の体質とか 体重とか身長とか全部あるのに、それを無視してね、あのこの薬だからってパッと入れたとすると、そしたら最悪死んじゃったらリングに上がれなくなっちゃったり、これ試合自体なくなっちゃうけど、それってありえるのっていうことは言う人多かったんですよ、うん、あのちなみにそれはでも医学的見地じゃないですか、はいはい、親子的見地からお父さんやりかねないなと思いました、はい、これはね、うん、昔ガッツ志松さんがそれを言ったんですよ、うん、深夜番組で、うん、親父を怒ってね、なんで俺がそんな人間だと思うのかって。僕もね、でも一瞬ガッツさんにね、ガッツさん言う通り僕も泣かないかなぐらいのね親子ながら思ったことはあったんですよ。ただやっぱ強烈なキャラでしたもんね。強烈なキャラですからね、はい、もう本当ボクシング界 の、 あの代表、あのそうだな、なんて言えばいいんだろうな、当時の有名度合いで言うと、もう日本で一番有名な会長って言ったら漫画はじめの一歩の鴨川会長じゃないですか、はいはいはい、まあ、それに匹敵するぐらい有名な方だったんです、はいはい、本当に、まああの甲義雄さん の、 あの盟友ですから、はい、そうで、あ、そう、うちの番組にも甲さん出ていただきまして、はい、あの、そう、まあ、あの感じです。あの感じです。はい。あれをなんか、2、3割、あの、おっかなくした感じで、より。はい、あの、ボクシング界の妖怪みたいな方ですかね。そうですね。はい、はい、あのそういう方がお父さんだったということ で、はい、あのでね、お父さんのおかげで30億も借金できたりとかね、うん、とにかく大変だったり、いい経験をさせていただいて本当に感謝しております。いい経験って言っていいんですか、それ。はい、はい、そうですね。でもそれで、うん、その毒入りオレンジ事件、今回またフィーチャーされたわけじゃないですか、はい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 、流れ玉自ら当たりに行くって、だからとにかくその目立つのお好きですか。あ、僕好きですよ。その割には僕ちょっと小耳に挟んだんですけど、うん、目立っちゃいけないようなこともさせられそうになったと、はい、いう話をちょっと聞いたんですけど、はいはい、あの会長ちょいちょいロシア行かれてるじゃないですか。はいはいはい、行ってますね。何しに行ってるんですか。友達多いんで、僕留学してたんで。はい、さあ、皆さん意外な過去ですよ、はい、実は金谷さん、ロシアに結構長くいらっしゃったんです。あの留学してまして、90年から94年の初頭までいましたね。何しに行ってたんですか。ロシア語の勉強と、はい、これボクシングです。やっぱりボクシング先進国だったんで、あの当時、はいはい、そうですよね、はい、だから行った学校もそのボクシング学部っていうのがあって、うん、
そこにあの勉強しに行ったんですよ、トレーニングとか。どこの町ですか？サンクトペテルブルクですね。あ、はい、まあ、ヨーロッパの、そうですね、匂いが漂う、第二の都市ですね、はい、非常にいい町ですよね、はい。ロシア人美女にはまったわけではない？あ、それは全くないです。当時はね、そういうとこじゃないんですよ。寒いし、物はないしね。その後ですよね、あの女性に目が行くとか、そういうのは。目は行ったんですか？いや、行かなかったですね。それよりね、本当に本当に食べるものがなくて、やばかった時あったんですよね。え、どうだった？91年の冬、はいはいはい、本当に食料が尽きて、で誰にも電話してもね、繋がんなかったんですよ、友達とか。2週間ウォッカとトマトと黒パンで過ごしましたね。減量できました？もう相当痩せましたよ、寒いし。でウォッカでこう温まりながらって、もうベタなトマトかじってみたいな。力士よりやばいじゃないですか。そうですね、まあ、パンもありましたけどね、ちょこっとしたパンのかけらみたいなの食べながら耐えて、ようやくつながったのが2週間後っていうのがありましたけど。ハニートラップどころの騒ぎじゃないですね。ないですね、そんな余裕ないです。あの、そんな余裕のない、はい、あの金平さんのところに、うん、ある時にあの、はい、運んでくれって話が来たって、はいはいはい、あれ本当なんですか？はい、これはね、あの、僕がボクシングの関係者だってこと、隣の人間ね、隣に住んでたのが、ね、バレエダンサーだったんですよ、男の子で。でね、すごいイケメンでね、で、まあ、たまに顔合わせてちょっと挨拶する程度だったんですけど、ある日ね、僕がその、まあ、部屋にいるじゃないですか。したらね、大声がしてて、ドッタンバッタンすごいんですよ。で、何かなと思ってね、2、3時間それがあって、やんで、翌日、そのピンポンってなるから、何かなと思って覗いたら、このバレエダンサーの綺麗な顔がぐちゃぐちゃになってるんですよ、腫れ上がって。で、どうしたのって聞いたら、もうちょっと入れよって言ったら、あなたはボクシング関係者ですよねって言うから、あ、そうだよって言って、で、何って言ったら、友達、ボクシングだったら友達にそういう関係者が、まあ、ロシアの反社ですよね、当時の、うん。いるんじゃないかって言うから、まあ、ね、で、何がしたいのって言ったら、いや、を借りたいって、こういうふうに言われたんですよ。で、え、どういうことって言ったら、いや、ボクシング関係者はそういう世界の人だろうから、が手に入るんじゃないかと思ってみたいな。あ、え、金平さんに入手してくれってことだったんですね。うん、だから入手して貸してくれって言うから、いや、ここには今ないよって言ったんですよ。が、ちょっと待って、ここにはないよ、ここにはない。が、しかし、ちょっと待ってって電話したんですよ、友達に、はい、して、もしもし、あの、横に住んでるそのバレエダンサーがさ、なんかトラブルになって、なんか貸してくれとかなんとか言ってんだけどって言ったら、分かった分かった、じゃあ今から行くよって言って、で、4人4人懐から出してですね、元ボクサーですよね、友達の。で、バンって出して、これ貸してやるから今すぐ行って打ってこいって言ったんですよ。結局それなんで揉めたかっていうと、結局そのバレエダンサー の, あの男の子が人妻に手を出して、それで旦那が乗り込んできてぶん殴られたって。こういう話だったんですよ。それで、もうこれ殺されるかもしれないって、じゃあ俺が殺そうと思ったって。だから、お前じゃあ今からこれ貸してやるから打ってこいよって。ここで待っててやるからって言って、それはできないって、だろうって言って、だからお前は無理なんだから、そんなことやるんじゃないね、もうそもそもお前が悪いんだからってね、そのね、元ボクサーのね、マフィアはね、まともな説教したんですよ。あ、で、あの、これ以上もしお前がやられたら俺が そいつと話をつけてやるから、もうこれ以上何ももう触るなと言って、ことなきを得たって話なんですよね。若き日の金平さんの話ですよね。はい。僕はたまたまその持ってる人を何人かしてた。本当はあれじゃないですか。殴られたのが金平さんだったじゃないですか。いやないです。人妻に手出して。いやないで、友達って、僕は腹が減っちゃって、それだけじゃない。でもそうやって、うん、ロシアではそういうふうに、うん、引退したボクサーの中にはそういうところと付き合いがあって。そんなのいっぱいいますよ。やっぱりいるんですよね。やっぱりね、なんかね、親和性が高いんですかね、うん、世界中。ってことは、うん、日本でもやっぱりそういうところとは親和性は、うん、ですね、2011年に、まあ、あの、暴力団排除条例ができたじゃないですか、東京でも、はい、それ以降は僕一切ないですよ。ってことは、それ以前はボクシングとヤクザっていうのはやっぱり、もうそうです。世間で言われるじゃないですか、はい、あの、リングサイドに、うん、あの、そういう人たちがゲーとか、うん、チケットをさばくのとか、うん、あの、そういうのでこう
関わってた工業に入ってたとか、はいはい、その防犯条例以前はやっぱり普通に人は入ってたもんなんですか。あの買ってくれますからね、チケット。ああ、あれね、だからタダで持ってこいとかね、もうどうにかしろって言うんだったらそれは抵抗できますよね、うん、じゃあ なんでそんなタダであげなきゃいけないのって。あの人たち切符買うんですよ、うん、定価で。工業にも絡んでくるんですか。あの僕はそういう意味での興行に絡まれたってことはないんですよね、うん、ただね、いい試合だと、いやあの今回あのボクシング好きなんでね、うん、じゃあ何枚ぐらいちょっと買いたいからその代わり席を押さえてって、そういう感じだったんです。いいお客さんだった。いいお客さんです、シンプルに。なんかじゃあ防犯条例で変な話売り上げ下がったって感じ。あ、それは間違いないですよね。例えばですけども、はい、自分のところの組の若手をそのボクシングジムで預かってくれみたいな、そういう人のやり取りみたいな。うちはそういうのなかったと思いますね。もしかしたら知らないところだったかもしれないけど、僕はそういう記憶ないですね。ちょっとヤクザとボクシングってことで聞くと、はい、どうしてもそのやっぱ経営自体にそういう組が入ってるところってあるのかなって、はい、まあまあさすがに自分名出さなくていいんですけども、なんかそれ関わってる。過去にはあったと思いますよ。それこそどことは言えないけど、はいはい、ちなみに消すんで教えてもらっていいですか。はい、はい、ああそうなんだ。そうですよ、名門というか古参というか。ジムって昔言ってたぞってなった。へえ、はい、とかとそういうのあったんですよ。じゃあ結構もともと割と近いところに、うん、全然近いですよ。だってうちの父だってそれこそ亡くなる前一番親しかったのはやっぱり小林楠夫会長ですから、しょっちゅううちにも遊びに来てましたし。なんでなんですかね、その親和性の高さっていうの。やっぱりそれはあれですよ、なんですかね、好きなんですよね、ボクシングが。あるいはまあ格闘技が好きっていうか、特にボクシング好きですよね。若者というか、うん、そういうのを育てて、人材として育てて、うん、舞台に上がってもらってこうやるっていう、うん、そのやり方自体が下積みがあって、はい、花開くって、うん、そういう行為自体にやっぱりその美学、共通する美学みたいなものがあったんですかね、うんうん、あとやっぱりシンプルに拳一つで殴り合って決着つけようみたいな、そこにやっぱりそういう方々の、うん、まあなんていうかな、まあ、好きだっていう、そういうやり方が好きだっていう考え方に共通するところがあるんじゃないですかね。あともう一個のジムとして聞いておきたいのは、はい、選手自体ですね、はい、選手自体がそういう組関係の人というか、はいはい、そういう杯もらってるかどうか、はい、まあ、はっきりしないにしても、はい、そういう組員だったりとか、そういうことっていうのはあるんですか、はい、これは結構言われてる選手もいるじゃないですか、今現在、はいはい、だからもともと暴力団関係に足を突っ込んでいて、でもそれを構成しようと思ってボクシングジムに通うっていうのは結構あるケースで、それは珍しいケースじゃないんですよね。じゃあ金平さん自身が身元引き受け人みたいな形になって、そういう受けるっていうこともできなくはないってことですか。ですね、少しだけ暴力団関係のその足を突っ込んでましたっていう子を、うん、まあ面倒見たことありますよ。はい、やっぱそういう場としても、構成の場としても使われることはあるという。それがボクシングジムのもう一つの役割ですよね。拳というか、まあ、力に嘘つけないから、うん、やっぱそこに入ることでより強い選手に叩かれて、そうですね、まあ、それが要するに構成して社会復帰になる一つの役割だっていうことは、うん、ずっと昔からそういう側面ってあるんですよ、ボクシングジムって。実際来て、はい、その殴り込みみたいな感じで来ることってもあるんですか。それはないですね。さすがにない。ないです。実際例えばですけど、はい、いろんな話聞くんですけど、そのボクシング経験者を用心棒みたいな形で、こう雇うっていう、ヤクザ側リクルートはされることあるんじゃないですかね。金平さんのところでリクルートされたような、それは聞いたことないですね。会員さんとかあんまりそういう話はない。聞いたことないですね。その噂程度に、自分のところじゃなくても噂程度にそういうのは。それはありますよ、うん、ちなみにですけど、ここのジムはやべえっていうところあるんですか。このジムはちょっとつながり、ちょっと反社とのつながりやべえな、今現在もっていう意味で。今現在は知らないですね。2011年以前はね、いわゆる大手って言われてるジムはみんなありましたよね。ああ、まあそれは絶対悪いってことではなかったわけですね。ないんですよ。明確にルールとして引かれたのはそうです。で
やっぱり2011年の東京だったら10月1日からだったと思うんですけども、うん、それまでの間にやっぱりいろいろ我々も準備したんですよね、はいはい、やっぱり有力プロモーターって言われて、まあ、有力なジムの会長さんたちが集まってどうやっていこうかっていうことで挨拶させていただくところにはちゃんと挨拶をさせていただいてね、これは警視庁もちゃんとにも断りを入れてやったんですけども、やっぱそういうことはちゃんとやらないといけなかったんですね、うん、まあ通過儀礼としてはそういうことは必要だったと思いますね。ちょっと聞きたいのは、はい、門指さんってちょっと特殊なお仕事されてるじゃないですか、あっちとあれがボクシングジムやってるってことなんですか。そうです。なんでやるボクシングジムをわざわざやるんだろうなっていつも思ってた。あ、好きだからですよ。あ、でもそれ昔ですね、あのリングサイドクラブっていうその講演会みたいなね、ボクシングファンの集いみたいなのがあって、その会員さんのトップがその門エビの鈴木会長だったんですよね。じゃあ本当にボクシングが好きでやっている。本当に大好きですよね。だからそこがねいつもね結びつかなくて、はいはい、門エビっていうとねと思いながら、はいはいはい、そこだけね、すごい気になってたんです。まあ、僕らなんかで言わせたらボクシングの門エビさんがそっちなのねみたいな感じだったんですけどね。へー、うん、門エビってやっぱ資金力がやっぱあるってことですか。抜群にありますよね。そういう意味ではあのお金 の、 あ の、 その集まってるところっていうのは、その正直金谷さんから見るとこのジム儲かってるなとか分かる。雰囲気は分かりますよね。あの内情どうかは分かんないけど雰囲気的には感じることありますよね。前にね、あの金谷さんにジムが儲かる儲からないとかそういう話とか、はい、ボクシング業界のお金の話とか聞いたんですけど、はい、ちょっとここで、はい、より黒いお金の話聞いておきたいんですけど、黒いお金、ほいほいほい、ボクシング賭博ってあるんですか。この感じですよね。2011年まではね、うん、までは確実にあったと。と思いますね。結構動くお金大きいんですか。それは知らないです。僕あの覗いたことがないので。ああ、やってるっていう噂ぐらいは聞いたことある。ああ、それはそうだろうなっていうのはありましたよね。あれって、はい、噂ぐらいでいいんですけど、世界戦の方がみんな張ってるんですか、うん、それともそういう注目が集まらない後楽園ホールのそういう4回戦とかの方が行くんですか。で、世界戦だって僕が見てその絶対ここの現場だっていうのは分かんないんですよ。うん、っていうことは。一般の工業なんかもっと分かんないから、まあ要は分からないってことなんだけど、あのベールに包まれてるっていうか、はいはいはい、その場でほら現金のやり取りをするわけじゃないし、あの仮にですよ、うん、さっき の、 あのスポーツ新聞の記者じゃないですけど、はい、カリーラさんに、うん、あのハンデつけてくださいよとか、うん、オッズどんな感じですかとか、うん、そういうのをなんていうんですかね、あの聞かれたりとかそういうことはあったりして、その反社の人からですか。そうですね、あのこいつもしかしてそのために聞いてんじゃねえのかみたいな。あ、勝ちますかね、今日はどうですかねっていうのはありましたよ。どっちが勝つと思いますみたいな。あ、競馬みたいな感じで、はいはいはい、そうすると、あ、まあ大体こっちじゃないですかみたいな、あ、そうみたいな、スラッと聞かれて、でもそれはファンとして意見を求められてるかもと言われればそうかもしれないし、ちょっとそのあたりはねっていうことで、うん、で例えばですけど後から そういう人たちからなんかご祝儀的な感じで来たりとか、うん、ああそれはないですね、そっちの方が。例えば2011年か、はい、そうですね、防廃条例、防廃条例以前に、はい、例えばですけど、ご祝儀、選手の方にそういう方からなんかすごいの届くみたいな。それはあります。どんなの届いたの。スーツとかね。あるいはそのスーツにプラスちょっと1本ぐらいとか。あ、いうのは結構ありましたよ。なんかそれ聞くと、まあ、いい悪いは別にして、はい、なんかボクシングがそういう派手な時代だったんですよね、うん、そうですそうです。結局それってどこ の、 その芸能界であっても他のね、うん、相撲とかみんなそういうのあったじゃないですか、はい、はい、実際海外と接触してて、うん、金谷さん海外 の、 その選手とも接触したりやるじゃないですか、はいはい、そのロシアの話もさっき出ましたけど、はい、どこの国も割とそういう派手な業界なんですか、ボクシングっていうのは。もうさっきも親和性の話しましたけど、やっぱ親和性高いですよね、うん、そういう業界の人たちと。メキシコとかアメリカとかあっちの方はものも、あと今そのかつては分かんないですけど、今はね、例えばアメリカであれば、まあ、ボブ・アラムさんじゃないですか、うん、
ボブ・アダムさんはそういう世界は関係ないと言われてるけど、うん、実は裏にはっていうのは常にドン・キングとか、うん、ボブ・アダムもそういう噂が、まあ、なくはない、うん、ただ確証がないんでね、あんまいい加減なことは言えないんですけど、それはどこにでもそういう話っていうのは、まあ、存在してますよね、うん。まあ、でも海外だともう少しもうざ分かりやすく賭けとかが成立してたりするから、よりもっと動くお金とかもでかいし、そこに利権になって集まってくる人たちもいるっていうことですもんね。そう、その可能性はありますよね、はい。ちなみに、ちょっと最後お聞きしていただきたいんですけど、はい、渡辺二郎さん、はいはい、ご出演されてたじゃないですか、はいはい、なんで出れたんですか。いや、もともと所属選手じゃないじゃないですか。全然。いや、実は、はい、裏社会ジャーニー的に、はい、もしね、アプローチできたらしてみたいなと思ってる方だったんです。はい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 、だからそれがね、金平さんのところで出てらっしゃったんで、はい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 、俺所属選手じゃないになかったのに、はい、なんで出てんだろうと思って。いや、もともとはですね、私が YouTube 始めたばっかりの時に渡辺二郎さんを取り上げたんですよ。結構私のチャンネルとしては跳ねまして、でね、一月二月後ぐらいにね、ある人を介して、共通の知人なんですけど、介して連絡があったんですよね。で、渡辺さんがちょっとお話があるっていうから、なんだろうと思って、それでお話をしたらね、ものすごく喜んでらっしゃって、やっぱりボクサー渡辺二郎として取り上げられることが全然なかったので、この近年、あ、どうもありがとうねみたいな感じで、いやいやいや、だって私ボクサー渡辺二郎はもう大ファンでしたからっていう、そういう話をさせていただいたんですけども ね、日本憲法からのね、ボクサーっていうのはなかなかないですもんね。ちょうど僕がその中学高校の頃、渡辺二郎さんがその全盛期で、まあ、大活躍されてたんでね、そういう目で僕は見てましたから。そっか、はい、まあ、ちょっとね、機会があったらね、はい、ぜひ渡辺二郎さんに僕らの目線でいろいろね、はい、お聞きしてみたいなと思ってます、はい。であと最後に1個だけ、はいはい、ここまで競泳ボクシングジムの話いろいろ聞いてきましたけど、はい、現在競泳ボクシングジム、うん、活動一応休止されてるんですよ。そうですね。どういうことなんですか。あ、まあ、結局その、まあ、これ訴訟関係があるんで、うん、ちょっとあんまり深くは言えないんですけど、まあ、いろいろその経営上のトラブルがあって、一回ジムを休会した方がね、うん、残ってる選手がたくさんいたもんですから、迷惑かかっちゃうといけないと思って、それで休会することにしたんですよ、ライセンス上、うん、で新しいその何ですかね、経営の母体とかを探して、それで、まあ、私も、まあ、スポンサーなり、まあ、資金なりを集めて、もう一回ね、うん、立ち上げようっていうふうに今考えてるところなんですからね。ということで、金平会長の火はまだ消えず、はい、これからより大きな炎として、はい、こう盛り上げていきたいということで、はい、金平さんの YouTube チャンネルもぜひね、アクセスしてみてください。本当いろんな話出てますんで、ぜひボクシング皆さんちょっと注目よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。競泳ボクシングジム金平圭一郎でございます。私もですね、YouTuber として今活動しておりまして、金平会長チャンネルというものをやっております。ぜひぜひ、一度ご覧になっていただいて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。